どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、ついにですね、はい、ついに、オルカ様の、モッドの方でも、こちら、特級呪術師、ゲット、来ました。はい、ということで、一応オルカ様の動画の方では全部見たんですけど、今、ウィップではあるんですが、ゲットの能力も追加されております。こういう感じね、これだね。違う。これ、ゲト。まあ一応、ウィップにはなってるんですが、でも、ウィップなんだけど、なんと、特級呪霊とかを仲間にできたりとか、まあするんですよ。まあ飲み込んで、で、それを、その、今までって、その、まあちょっと、これはちょっとまた別で紹介しようか。まあちょっと後で紹介するわ、これ。ちょっと今ね、いろんなモッド混ざっちゃって、多分あんまりできない、やれるかな？ちょっとやってみるか、まず。一応、ゲトのスポーンエッグっていうのがあるんですけど、これとは別にですね、進捗今これ全部、全部達成されてないかな。全部達成されてる場合に、その、キャラクター、ある程度体力減らしてる状態で、まあ、普通に、どうだろう、いけるかな。右クリックで、こうか。ダメ？これ。あれ？どうだったっけ？呪霊を払ったけど、多分、あれかな？なんかね、その倒したり、まあ、ある程度体力を減らした状態で、まあそのまあ、飲み込むというかね、呪霊を飲み込んだら、今までってその呪霊を飲み込みました、で1の1みたいな感じで書いてあって、それを使ってムカデが向こうに飛んでいったりみたいな感じだったんですよ。ムカデとかバーンって飛んでったりとか、まあ、それこそマナコが出てきて攻撃して終わりみたいな感じだったんだけど、今度はその例えばね、ジョーゴを倒しましたと。ジョーゴ、まあ、倒して、ある程度体力減らして、ね、飲み込んだと。で、ジョーゴをポンって出したら、ついてきてくれる。要は完全に仲間になるようになりました。だから、その今までって、その限られてたんだけど、飲み込めるキャラクターって。基本的に呪霊だったら、大体飲み込める。スクナはちょっと紹介されてなかったからあれなんだけど、もう仲間システムで、もう一緒についてきてくれて、攻撃すると、一緒に攻撃してくれる。だから、いくらでも無限に特級呪霊たちが仲間にできるっていう、かなりやばい、な術式になってくるんじゃないのかなと思います。まあちょっと今レベルが足りなかったんだけど、あれなんだけど、まあまたこれウィップ、今オルカ様が一応今制作途中ってことで紹介されたので、また完全に制作されたら、詳しく紹介したいなと思います。はい、まあ一応今日のメインはこちらなので、はい、ゲトーですね。いやー、うわー、すげー。ちなみに、まだ、これは配布されてないんだけど、オルカ様の方の動画では、学生時代のゲトーすぐるも、一応、スポーンエッグとして存在します。ここはね、今、ないんですけど、多分今、制作段階ですね。はい、なので、近々、学生時代のゲトーすぐるも来るんじゃないかなと思うんだけど、見た目もやっぱ、いやー、なんか、クジラさんも、これ合わせられるかな、このゲトーと。どうかな、多分、叩かないの、叩かない？いやー、これ見て、二人の本当にうまいね。いや、もうすごいわ。もうモデリングなんかちらっとちょっとさ、この二人に実は僕教えてもらったことあるんですよ。それ見てるからこそさ、まあ、あと生放送とか見てるよ、その制作生放送みたいな、それ見てるんだけど、やっぱりすごいわ。こんなモデリングできるの本当にやばいと思う。うん、いい意味でね。なのでこちらゲト、ちょっと今からどれぐらいの強さなのか、ちょっと試してみたいなと思います。じゃあ、まずですよ。どうしようかね。とりあえず、一応ね、呪霊、まあ、呪霊とか呪言師側になります。だから、ゲトーは、多分、ジョーゴとかには襲っていかない。まあ、そうだよね。もともと、戦うんかい。戦うんかーい。まあ、ゾンバ出しましょうけど、こんな感じで、まあ、呪霊を出しますね。ああ、一応なんか呪霊側にいたら、でも呪霊側にいてもあれか、フシグロスクナーとか、完全体スクナー襲いに行くから、そういうわけじゃないのか。まあでも、残念ながら、呪霊側には、呪術師側には攻撃しに行きます。ゲトーは。まあだから、このゲトーは一応まあ、そうだね、賢弱っていうわけではないんだろうけど、まあもう恨みを持った、まあ、ゲトーになってしまった、後のゲトーだね。まあこの格好っていう時点であれだから、おっと、ここで外観徹底戦。意外とゲトーが体力食らってるね、これ。ジョーゴ相手にかなり苦戦してるような気がするんだが、まあでもまだあれなんだよね、実はまあその卵の前もいないし、多分確かいなかったと思う。あとコウリュウはいたかな。
コウリュウとかはいたっけ。コウリュウもいないよね。そうこういう感じで、ね、多分ねまだそのコウリュウ郊外、あそうだよ、ね、ゾンバ出せてゾンバとかになってくるんじゃないかな、これ多分一番強いキャラクターで、うん、郊外が出るか分かんないけど、この呪霊系のキャラクターってやっぱりその玉の前とか交流が出てきて、やっぱりゲトって強さが出てくると思うのよ。でもそれがまだやっぱりマナコとかはいるよね確かとか、まあそんなに強くない呪霊しか今いないから、まあそんな感じになってんだよね多分。ムカデとかは多分あいたね。でもマナコとかもいないからね。あとまあいるとしても、おい毛玉くんもいない。あれ毛玉くんいないよね多分。毛玉くんもいないからね。どうしよう。いや一級の五条先生は絶対か、ななみん、ななみんは勝てるかさすがに。じゃあ行きましょう。はい、ななみーん戦う、あ戦うね、戦いに行く。まあさすがに、さすがにいくらね、その一応ユンは持ってるからあれだけど、まあでもゾンバがやっぱりメインウェポンになってくるのかな今のこのゲトースグルに関しては。あでもやっぱこう見るとやっぱ強いね。うん、まあまあゲトーと、ゲトじゃあのジョーゴとナナミンでやってもこんな感じになるかもしれないけど、やっぱりまあ特級呪霊ぐらいの強さはあるから、まあ今後交流とかまあ玉物前が出てきた時に、まあ、どれだけ、あーでも楽しみだなこれ。ガラガラ、やっぱガラガラかっこいいわ。ほらカタツムリとかさ、まあ強いんだけど、そうだねまだやっぱり可愛い。あでもあマナコはいるのか。あれマナコいたっけこれ今スポーエッグのとこに。一級呪霊としか書いてないから、あれかゲトー専用、ゲトー専用のところ一級ないもんね。あーこれか、あーいたわいた、ごめんごめんいたわ。うん、だからこの2体がメインウェポンになるのかな。あちなみに見た目もこちら、はいゲトースグルです、どうもーゲトーです。であと一応クジラ様の方のアップデートのちょっと紹介もちょっとしていきたいなと思います。はい、一応こんな感じで一応いろんなキャラクターはね追加されてるんだけど、ね、こちらまあダコンと、まあ、花見が前回追加されたと思うんですよ。で術式に関しては前奇跡まで紹介したと思うんですけど、こちらメイメイの斧ですね、こちらも、追加されております。はい、こんな感じでメイメイの斧が追加されていて、でさらに結構いろんなキャラクターというかが追加さ、名前忘れちゃったんだよね、名前忘れちゃったんだけど、まあ、まあちょっとまあまあちょっと名前、ま、間違えちゃったあれだから、はい、この要は白虎朱雀とかねとかの技あったじゃないですか。誰と戦った時だっけ、最初ら辺の時に戦ったキャラクターの名前、マジな名前は忘れちゃった、本当に申し訳ないんだけど。であと吉野純平とかのね、術式とかも追加されておりますと。はい、本当にね僕漢字覚えられないんだよな。マジで申し訳ない。であとここら辺は特に、まああとあれか、これ確か紹介してないよね。はい、こちらも前実はね一回動画撮ったんですけど、ちょっとうまく説明できなくて、僕がねちょっとこれ完全に忘れちゃってて、その知識がなくてちょっと一回お蔵入りになったんですけど、一応仲間にすることができるんですよ、ちゃんと術式を使えば、術式を使えば仲間にすることができるんですけど、まあその毒を打ったりすることができます。まあこの子たちも、まあ郊外と戦わないか、これ郊外郊外、あーてか見た目、うわすげえ。あそう、郊外もちなみに新キャラです、新キャラっていうか紹介してなかったんですけど、そうこれいける、いけ、あ行きそう、行きそう、いけ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 、頑張れ頑張れ、戦わない、戦いません。戦わない、ダメだ。まあこの郊外も追加されたキャラクターになります。結構前だけどね、実はこれも残念ながらお蔵入りというかねなりました。はい、うまく紹介できずというか、一緒に紹介 した時なんですけど、こんな感じでちゃんと、攻撃、通常攻撃だけじゃなくてちゃんと技もあります。そしてなんといってもこの羽だよね、飛びながら、移動する、この郊外のこのかっこいい技とかもあるみたいな感じなので、うわかっけー、ちょっとこれもね、まあ、サバイバル早くやりたいんだよ、サバイバルやりたいんだけど、ちょっとねなんだろう、ちょっともうちょっと術式の仕方に慣れた、やっぱり感覚的にこうしてからの、なんだっけ、たまにちょっとパニクっちゃう時があって、まあこれがだいぶ僕の中で、まあ結構今実は結構本当に練習してて、
だちょっとサバイバルかなり使い慣れるようになったらちょっとやってみようかなと思うんだけど、このサバイバルでちょっとこれ郊外とかともちょっと戦ってみたいもんですな。これなんだったらこれメイメイの斧持ってちょっと戦いに行くか。え、あ、でもまた俺めっちゃ強い。あ、大丈夫、私めっちゃ強いわ。私強いわ。ほら、ほら、攻撃して、ほら、かっこよくないこれ。ほら、あ、かっこいい。てかメイメイのいいな。ほら、ほら、ほら。じゃあ皆さん、今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあ皆さんお疲れ様です。もう最後郊外倒して終わりだ。早く早く、よし終わった。お疲れ様でした。バイバイ。